はい、今緊急で動画回してるんですけれども、知り合いの経営者が2000万円ぶっ飛んだと。でかい。まあ令和の虎でね、志願者として出てくれた村上さんって人がいる。160万再生ぐらい回ってて、まあ、こんな感じのサムネで、まあ、めちゃくちゃうさんくさくて炎上した人がいるんだよ。でもまあなんかビジネスマンとしてはこう優秀なんじゃないかみたいな感じでバズったと。でその人が今回なんか人生逆転祭っていう、まあ、これまたうさんくさいイベントを開いて、いやアクさん登壇みたいな、うん、まあ僕もねうさんくさい仲間として登壇するんだけど、ざっくり、まあ、一言で言うとこけた。あ、集客でこけた。はいはい、大失敗、集客大失敗っていう状態。なるほど。あの2000人集めようと思ってて、まあ、1人5,500円、まあ、正直数百人しか集まってないと。まあ彼は苦肉の策で、まあ、無料で今回一般公開しますっていう。でもそれって2000万もう赤字決定なのよ。はいはいはい。まあ、彼ってまあ1、2年ぐらい前に僕は出会って、ほんと儲かる前みたいな状態で、うん、動画スキャンプの説明会のやり方みたいなのをレクチャーしてくれたのね。はいはい。でそれタダでやってくれたの。でタダでやってくれたから、僕が村上さんめっちゃいいよっていろんな人に言いまくって、まあ、それでめちゃくちゃ仕事が来てた。でそれで今すごい金持ちになったんだけど、とはいえ2000万は結構彼の会社的にも痛い数字。いやでかすぎ、絶対痛い。まあそれで今回ちょっと相談というか、まあ、2000万貸してくれなのかビジネスアイデアをくれなのか分かんないけど、はいはいはい。あ、何も知らないですねまだ、まあ、要は2000万赤字決定でピンチですっていう。うん、うわ気持ち分かる、分かるって言ったら分かるけど。そういうことあった？隠しも。いや、ありましたもん、本当に。やったもんな、まあ。ヤオさんにも、助けてって。そこもかっこつけちゃったもんな、俺。今回もかっこつけます。どういう風に彼を助けてあげればいいのか、まあ、とりあえず彼からヒアリングしなきゃいけないんだけど、はいはいはい、今回正直、まあ、額も額だし、本当に、再来週とかなんだよね。うわ、すぐで。だから、今日は僕の同い年の凄腕経営者の迫之君っていう人を呼んでて、まあ、彼も令和の虎出てる、本当に凄腕の経営者で。僕に経営のイロハを最初に教えた男なんで、ね、うん、僕が信頼している唯一の経営者と言っても過言ではないぐらい本当に凄腕の経営者だから、まあ、彼と二人体制で今回はがっつりコンサルティングしていこうかなと思います。楽しみ。はい、じゃあちょっと集合場所に着いたんで彼のいる場所行ってみようかなと思います。はい、というわけで来たんですけれども、呼び出された場所に歌舞伎町タワーの超上の方、お金ありそうですね。42階ですよ。見てください。何これ？この入り口。いいとこ止まってんな、マジで。全然2000万大丈夫そうです、ね。2000万赤字の人の感じじゃないでしょ、これ。ちょっと、もしも。お疲れです。いや、あの2000万赤字やばいっすね。いや、もう、今回はもうね、出すってもね。まあ、しゃあないですね。何ですか、これ。ああ、これはね、もうおさらばした9村上です。だから2000万8なんだよ。ひどくない？まあちょっとゆっくり座って話しましょうか。はい、というわけでちょっと1階席に着いたんですけど、ちょっとこれどういうことですか、これ。ちょっとヤバくない、これ佐藤くん。うん、何何っていう、ここヤバくない、これ。ちょ、反射しちゃうからさ、あれだけど、雨降ってるから見づらいけどさ、ヤバくないこれ。どういう景色？だってさ、今見えてるさ、このアパホテル東横インと、このアパホテルあるじゃん、ここのアパホテル歌舞伎タワー店とかじゃなかったっけ。タワー店があんなにちっちゃいんだよ。ここだって42階。うん、なぜ。そう、村上さんからホテル呼び出すって42階って結構怖いの。いやいやいや、それはもうね、これエロすぎでしょ、これでかっ。このお風呂でかっ。でさ、これおかしくない、このトイレがガラス張りなんだけど。え、見てこれ、これほんまや、え、ガラスや、こんなん。まあ村上さん的にはね、もしかしたら僕らと撮影するからおもてなしでこういう高いところを撮ってくれたかもしれないけど、ちょっとツッコミどころがね多いから話を聞いていこうかな。で、これ何これ。これは何なんですか、本当に。そうだね、村上ですってね。何なの？どういうこと？どういうこと？これ。とりあえず状況整理すると、まあ、人生で逆転祭っていう、こう、なんですかね、まあ、うさんくさいイベントやろうとしたと。でもその価値があるものだと思ってて、で、僕らも価値があるなと思って、僕そこも登壇する予定だったんですよ。まあ、これですね。ああ、これか。そうですね。まあ、実際ね、はいはいはい。青さんもいる。僕も佐古くんも、村上さんも、まあ、
うさんくさそうに見えるものに飛び込んで、ある種、こう、ドリームを掴んできた人間なんで、まあその人生が逆転したっていうところ。なるほどね。まあそこを再現しようという祭りを、ベルサイユ高田馬場で10月19日、開こうと思ってたと。で、2000万かかったんですよね。2000万。すごいな。チケット代が5500円と。まあなかなか高いですね。で、さぞかし弱く行って、こういうホテルを取ってる。ではないっていう。違う。違う。300人くらいが5500円で決済してた。150万。売り上げが立ったと。本来2000人のはずが、300人しかいなくて。村上さんとしてはもうどうしよう。こんだけ人集めちゃったし、300人のスカスカの会場でいるわけにいかないと。でも苦肉の策で、無料で開放します。やってしまったと。そしたら300人も返金するわけで。いや、そうか。だって大炎上間違いだした。そう、300人は有料で他の人も無料で。確かに。無料開放して、返金して、立つはずだった2000人かける5500。まあ、ざっくり1000万強。はい。それでもまだ別だけどね。売り上げが立たなかったと。村田さん的にはビジョンがあるから、まあ、1000万ぐらい自腹でもいいだろうと。はい。いう気持ちでやってたけれども、まあ、2000万自腹になっちゃったよっていう。で、僕らとしては、ちょっと、受け入れねで終われないよね。いや、2000万飛んじゃったんですね。それでさ、気持ちよく登山できないじゃん。いや、本当だよね。なんか申し訳なくなるもん。そうそうそう。まあ、実際どんだけピンチなんだよ。で、何があったのっていう。これだけの人を集め。そしてスタッフ何人でしたっけ ?180 人です。最後に1人やね。180人。まあでも実際さ、ビジネスってさ、滑るときあるじゃん。結局 YouTube とかではうまくいってるビジネスしか出てこないけど、滑ったビジネスのリアル。まあこれを聞いていったらな。ちょっと何があったんですか正直。なんで滑ったんですか。いやー。最初はもう登壇者とか誰にも頼らずに、自分の力で人を集めようと思ったんですよ。2000人ですか。はい。で、いろんな人に声かけて、でそこの紹介とかで、いけないかなって思って、計算上いけると思ったら、はい、思ってたよりも全然人集まんなくて。どういう計算をしてうまくいくと思ったんですか。今スタッフ180人ですけど、シンプルに200人集めて、200人がみんな10人集客できたら2000人じゃないですか。それは売れないバンドマンですよ。そう、売れないバンドマンですよ、完全に。バンドメンバー5人いるから、それぞれ10人呼んだら箱50人埋まるよね。で、スカスカのライブハウスめちゃくちゃ。5000人とかやったら、すっきりしかなって思ったんですけど、2000だったら、なんとかいけんじゃないかなって、まあ、思って。まあ、180人のスタッフが集まったと。それぞれが何人呼ぶんでしたっけ。それぞれが10人呼んだら、2000いくんじゃないかと。で、それぞれ何人呼んだんですか。実際、0、1、2の間みたいな。ですよね。結局村上さんが、300人集めたと。あれあれだね。あれあれだよ。だし、かぶってるしね。そのスタッフのフォロワー数と。なんなら村上さんのフォロワーじゃねみたいな。まあね。しかも村上さん、面白いのこれ集めたメンツが、村上さんがそれぞれの人生のフェーズでお世話になった人らしい。もうこう、7年前、まさにこの会場のベルサイユ高田馬場で、2000人の会場で2000人集めて、わーって語ってた、この翔さんって人、この人。まあ、ガツバしておきます。まあ、でも、北原さん。まあ、この時代にいてたと言われるね。まあ、あと、まあ、佐保君、僕、おさるさんっていう。まあ、こう、村上さんが人生の転機となった、人生逆転した時のきっかけになった人を集めたと。で、ぶっちゃけ僕らの方が発信力あるわけですよ。そこをなぜか、頼らないと。僕らの発信力に依存せずに、まあ、僕らの名前とか画像は使うけど、はい、僕らに宣伝してくださいねって言わずに、むしろしないでくださいって言った。うん。僕で頑張るんだよって言った。結果300人。最初から宣伝させろよ。ちなみにその QR は何なんですか。読んだら何が出る。これ読んだらもう参加できるっていう提示にとります。はい、無料参加の。もう最悪、もう街中這いずり回って、もう、来てください、来てください、来るって。日売りしようかなって思ったじゃないですか。で、そのストーリーとしては200人集めて、スタッフを。そこまでは順調じゃないですか、180人集めて。いや、まあ、すごいですよ。そこはもう、今まで付き合ってきた人たちに、もう一人一人連絡送って、こういうイベントやるから盛り上げてくれって言って、で、集まりはしたんですけど、10人ずつ集めるとして、10人ずつ集まらない。村上さんの SNS 発信してみて300人集まった。まあ、300人もすごいけどね。だって僕は努力の数値化って本を角川で出した時に結構300人集めるの大変でしたもん。最初なんか軽くツイッターで告知したら、あれ100人しかいないみたいな、やばいやばいってなって、もう結構こっちのマーケティングを駆使してわーっつって300人集めたんだ。300人も実際すごいけど、逆になんか2000人集めるとしたら
と1000ってすごい数字ですね。どうせやるんだったらもう最大にでかくしたいなと思って、うん、ただそれがなんか、うん、結果絡まりしたかなって思います。なるほどね。まあそれでもやめないっていうのがすごいですね。いやもうここまで来たらもうとにかくやり抜くっていうのは、じゃあこれこのまま行ったらどうするつもりだ。ファイルさ開けたら行ってるそう、あ、うん、どっからはなんか最初から無理じゃねみたいな感じがあったから今どうですって聞いてこれが発覚してるんですけど、もしなんかそのまま行けそうな雰囲気だったら多分当日まで分かってあげたら盛り上がるスカスカの会場で僕が人生逆転した時はって人がいないのに、いやどうしましょうね。まあその中でもね、村上さんいろいろ考えてくださって、それこそね、僕らを呼んでるからスカスカのところでさせるわけにいかないと思って1000万、もうプラス1000万ですね、合計2000万の自腹切ってでも会場を埋めようとしてくれてるんです、うん、でこれだからクリスにとってはプラスしかないよね。そうだよ、ね、本来5500円だったところがさ、無料になってさ、無料開放するだけだとでも2000人まだダメだろうね。人間って忙しいからね。うん、だって今10月8日撮影してるの11日前ですからね。僕公開されるのも1週間かかるから、どんだけ頑張って編集する。いやいや、青白チーム舐めないでくださいな、私がはぁ勝手に言いやがったやつ。公開日明後日です。素晴らしいな。だからとは言ってもまあここの構えだからね。だってこのまま行くと1日150人ペースで集めてきてるでしょ。うん、そう考えるととんでもないですねとんでもない数字だな。どれだけ大変かっていう、一言で言うと、まあ、ピンチです。無料開放したのが何日前ですか？無料開放が10月6日からまあ2日間経って、無料開放して今何人集まりました？実は今なんとか申し込みで1000まで持ってきました。すごいね、すごくね。1000まで行ったんだ。すごくない？すごい、すごいよ。じゃあ行けるんだ。なんだよ。でもあと1000人をあと10日で集めなきゃいけないっていうのがあります。だから集めなきゃいけないというより皆さんに触れてほしいっていうのが一番大きいですね。まあそうですね。実際さ、人生変わる瞬間って本当にある一つのきっかけのことだった、うん、これも本当皆さん嘘かと思うんですけど、人生がバボンっていく瞬間ってこうじゃないんですよ。こうなんですよ、うん、マジで。僕も医学部4年生の頃にムービーハックして動画編集コースと出会って1ヶ月後には月収100万になってました。なってた。でムービーハックスを通して佐古くんと出会ってその次の月月収200万になってました。そのままギュンギュン伸びて、その年結局1年間で稼いだ可処分所得みたいなものが大体4000万ぐらいだったんです。3、4000万ぐらい。医者超えちゃってた。医者がコツコツさ、いやそうそうそう、医大生6年やって研修やってってなんか青笹は1年ピョンだよ。そうそうそう、な結局そういうことなんですよ。で僕の中で結局バーンっていった時、そしてまあ、レオンさんの林さんと出会ってバホン、フィッシカさんと出会ってバホンで今年収も突然25億ぐらいまで来たんですよ。これとんでもないことで、でも人生振り返った時に高校時代もある一人の天才と出会ってバコンって成績伸びてるんですよ。で なんかこう結果出してってみんな同じだったんですよ。村上さんもそうだった。 99% の人はそのバコンに出会わないまま一生を終えてしまうんですよ。でそのバコンの機会があるよねっていう話。うん、ぶっちゃけ運なんだよねそのバコンって。そうなんよマジで。だけど、まあ、その運だとかわいそうだから機会を作ったってことなんですよね、逆転さん。はい、まあ無料で知ってるんだね。なんでそんな、なんかこんな事前事業のことやってんすか。だってもともと言うてもだって1000万赤字からスタートっすよ。そうそもそも最初からね。そうだからワンちゃん思ってるもんゴリゴリの何かをセールされるんじゃないか、うん、僕らもう、うん、そんな人いるわけない。なんなんですかそのリスカーなんすか。髪の毛なくなったしもういいなみたいな。お金もらまいちゃおうみたいな。どういう思いでこの人生逆転されてんすか。そうですね、僕自身がもともと本当に何もなかったんですよ、うん、普通に会社員やってて、はい、親父とかも、はい、普通に、まあ、大手企業で40年間住んでて、はい、そういう男だったんで、うん、もう本当30近くまで普通に会社員やってたんですけど、うん、やっぱりそのタイミングで初めてそういった事業とか、はいはい、あとは自分でスキルつけるとか、うん、っていうのって初めて知ったんですよ、ね、うん、でその時何やったんですか。そもそも何の会社員だったんですか。僕一番最初の本当カラオケの店長。カラオケ社員。カラオケ社員だ。ちょっと仕事遅くてイライラするやつ。なんか何あの飲み物出すときにめちゃくちゃ接客丁寧すぎて、いやもう入っていってよ。もう歌えないよ。もうカラオケ社員やって、もう床を雑巾で拭くみたいなところを始めましたね、最初は。で、それやめて。で、それやめて、で、次は営業マンやったりとか。
おお、営業は何の営業したんですか？営業は看護師の人材紹介ですね、転職支援。へえ。で、どっからこれになったんですか？だいぶ飛ぶんですよね。じゃあ看護師の人材支援やってて、そこからで、そこから脱サラしたんですよ。おお、はい。自分自身もなんか授業やってみたいなと思って。じゃあその何もないのにいきなり辞めたんですか？あ、もう受けにやりました。収入ゼロで、事業の世界をそれこそ知って、うん、もう会社で働いてる場合じゃないなって思ったんですよ。あ、じゃあ会社の時に一応知ったんですね。そうです。それは何で知ったんですか？でも一番最初来たのが、日本と在庫買い込むみたいな。あ、なんかあのマルチみたいなのから最初だってきて。はい、はいはいはい。で、それでなんか100万近く買い込んでるみたいな。だマルチだったんですか？一番最初はそうです。マルチもりそうだもんね。最初マルチで、100万在庫買い込みました、会社時代。年収いくらぐらいですか、その時は。その時年収で400ちょっとぐらいですね。でも何歳ですか、その時は。その時27ぐらいです。27で年収200万は普通の状態で、マルチにハマって100万在庫を自分で抱える。そうです。終わった。そんな借金とかしなかったんですか？その時は貯金してたんで、なんとか大丈夫。貯金全部使ったでしょ。貯金ほぼ全部。27歳までの貯金全部使ったわけよ。カラオケで一生懸命ドッキングしてさ、作ったさ、100万ぐらいの貯金をさ、マルチにハマって溶かすと。本当だよ。残ったのは在庫だけ。で、そこで妻に迷惑かけたことは。妻いかんかい。やばもう、牛島くんやん、この先。この先牛島くんしか見えないよ。で、その後に会社辞めるっていう。なんでやめろ、そんなに言うね。はい、会社員の時に在庫を抱えて、うん、で、もう、いや、俺だったら絶対成功できるみたいな感じ。あー。それで、時間を空けるなと思って、乗り取り急いで会社辞めちゃったっていう。なるほどね。こいついっぱいいんだろうな。世の中闇だね。で、まあ、そこから要はヤバくなったんですか、その後。もそこからはだいぶヤバいですね。そこからはもう貯金食い潰してうまくいかず、貯金100万使っちゃって、その会社の収入もなくなって、いや、そうなんですよ。で、それが2017年の9月ぐらいで、はい、で、まあギリギリ貯金はちょっとだけあったんですけど、はい、まあ本当3ヶ月か6ヶ月食えるかどうかみたいな。でも、なんとか失業手当をもらいながら、なんとかいけるかみたいなマルチハマって貯金とかしてでも夢を見て会社がね、失業手当で暮らす野球漫才ただその失業手当を、まあ、あれ一番最初の3ヶ月でもらえないんですよね、はい、3ヶ月経った後じゃないともらえなくて、本当、うん、収入完全ゼロの時に、うん、その時にまずは何も本当知識も何もないから、はい、でいろんな人に会おうって思って、とりあえずいろんな場所もなんか交流会だろうなみたいな、はい、うん、当時 SNS とか全くやってなかった、はい、で、いろんな場所行ってたら、いろんなイベントとかいろんなあるんですよ、ね、はい、で、その中で一個、たまたま誘ってもらったイベントが、このベルサー高田の馬場で、はいはいはい、のところと同じ場所なんですけど、はいはい、それでまためちゃめちゃ有名な方が来るよとか、はい、あとはもう本当テレビ出てからも出るよみたいなっていうようなイベントに行ったんですよ、はい、で、それがもう本当、もうほぼニート状態ニート状態、失業手当待ちみたいな、はい、時にその場所行ったら、もう人が2000人ぐらいブワーって集まってて、なんだこうみたいな、すっげえ。ちょっとやって、牛島くんの使い出したらするクリエイターとヒミさん、これマジでね、もしそれがマルチの集団だったらもう実際終わってますから。終わってたんですね、本当に。まあ、ただたまたま翔さんだったわけですね。そう、その時にステージに立ってたのがこの川瀬翔ってことでね。あー、今 YouTube のしゃべくり社長ってのがあれ活動してますね。よかったっすね。多分倉庫じゃない本当の闇系のとこだったら、うん、終わってたっす。全然それが FX のセミナーでした、うん、終わりみたいな。そうマジでそこ、うんっすよマジで。本当に僕本当にいろんなこと何も知らなかったんで、うん、本当にもう伝わりますよ、はい、世の中のこと知ってるやつはマルチさんは最高買い替えないわ、すげえ、俺もなんか自由になれるんだみたいなところからさ、うん、マジで本当に牛島くんの一歩手前とかですね、今牛島くんの駒の中これに映ってたでも地獄の一歩手前みたいなところからなんとか。その翔さんの話聞いて、でもその時って要は、まあ、在庫100万抱えてます、マルチにハマってます、何の夢も希望も今のところはありませんと、まあ、夢と希望しかありません、もはやでも収入はありません。で翔さんの話を聞いて、そっからどうなってたんですか？そこで自分自身もそういうステージに立つ側というか、はい、人を導く側じゃないけど、うん、なんかそういう側に回りたいなっていうのはそこで芽生えて、はい、なのでどうやったら、いわば
当時の自分はまだ夢と希望があると思いきや全然現実は絶望的だったんですけど、人に夢と希望を与える側ってどうやったらなるかみたいな、まだ自分は何も成し遂げてないのに、なんかその時にそっち側に回りたいって芽生えた感じですね。今もうまだ上役ですねそのタイミングとかねでいつ逆転劇始まるんですか、快進劇は。言葉がきちー言葉がきちーよ。いつ快進劇が始まるのか視聴者も今、うん、これまずくないやばくないこれみたいなその後にいろんなところでやっぱ学びに行って、で会社の作り方とか、あとは自分でサービス作るっていうことはなんとか教わったんですよ。あ、でもここからはもう愚直にやるしかないと、マルチの不労所得だどうとかじゃなくて、しっかり知識つけて学んで、お金をもらったらその分サービスを提供すると、シンプルに不労所得は無理だと、なるほどね。でそこで自分の会社立てて、会社作ったのを最初に見ました。何でやねん今せよでそこで会社を作って、で自分のサービスを作って、最初コミュニティを立ち上げたんですよ。それ何のサービスを作ったんですか。その時にはやっぱもう人材育成みたいな、もうお金のことも教えるし時間のことも教えるし、あれもこれも全部教えるしみたいな。マルチにハマって100万在庫あるだけのくせにお金のこと教えるからもうそこは何も言えないですけどねもう何も言えないです。いろんなところを寄せ集めて、いろんなところを教えますね。それ やばくないですか、そのまあ本当2018年ってもう、いわゆる情報商材暗黒期というか、あの時代だよ。あの時代、今我々がオンラインスクールをやってるだけで情報商材屋と揶揄される原因となったあの世代ですよ、にやってた張本人がとちょっと初知りなんだけど、その時代のことはどう自己認識してるんですか。ただ僕ネットビジネスって一切分かんなかったので、自覚がなかったんですよね。要はもう SNS も広告も一切やってなかった側なので、リアルのこう、まあ、代理店ビジネスで、マルチの手法をネットに応用した人なの。おお、そういうこと。だからマルチでこんなコメントあるよってリアルで集客をしていって、より情報収集の悪いイメージを広めてしまった。だから当時はだからその、まあ、看護師の人材紹介の営業、実は27歳の世間を知らない青年なわけじゃないですか、在庫を背負ってマルチにハマっちゃうぐらい純粋で、うおーっていろんなこと勉強してもらってたら、こういう原価のかからないコミュニティビジネス立ち上げ方法みたいな、情報商材を買って自分も情報商材屋に悪い自覚なくなってしまうっていうのは、まあ、超あるあるだよね。しかもさ、情報の精査もできないからさ、無料セミナーで教えられてることが本当に有益だと思って、多分今まで参加した無料セミナーの寄せ集めみたいなのが多いんですか。あで参加者からさ、待って無料で言われてるセミナーと同じじゃね。なるほどね。ただね、営業マンだから営業うまいやろ。なるほど、ね、入っちゃう。今その どう捉えてるんですか。今振り返ってその時代のこと、その時代でしたビジネスのこと、正直その情報の羅列だけするとお金稼いでない人がお金を教えてるコミュニティっておかしいじゃんって思っちゃう。そうですね。今思ったらまだまだ自分にできることがないのに最初から教えますみたいなことをやっちゃってたなって正直思います。あで当時はでも悪意はなかったんですか。そうですね、自分の中ではいいものを作ったって思ってて、でそこでやっぱ集まった人たちもいいとは言ってくれてたんですけど、ただ実際にそこで何か現実的に変わったかっていうところまでは全然見えなかった、ね、ただそれがいや広がっちゃったんですね、全国にバーって広がって、うまくいっちゃったんですか。そうなんですよ。どういうこと大丈夫それなんでうまくいっちゃったんですか。それがいわばマルチじゃないんですけど、ただあの代理店の仕組み作って、でそこでその人たちが全国営業マンやって、でどん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 コミュニティ集めてみたいな感じで、マルチにハマってマジでやりやすいコミュニティでそこで増やしたら、まあトラブルで崩壊してみたいな。うわー。でそこでその後は自分でも営業とかやったんですけど、結局その事業も閉じたみたいな。トラブルで崩壊ってどういうことなんですか。でそこで僕の右腕みたいな人間がいたんですけど、その人間が実はそのメンバーの他の人に投資案件みたいになるって実でそれが後から僕の時で、本当に僕は分からないというのが一番なかったんですけど、ただもうすでにそこはもう不審の状態になっちゃってて、でそこからもういろいろ僕がなんか弁護士手配したりとかいろいろやってるとか大変だったんですけど、でそこから崩壊し始めてみたいな。このさ、失敗談あるあるオブザイヤーみたいな。嘘しているよ。マルチにハマった青年、無形マルチをやる。そのマルチコミュニティで、投資詐欺、流通する。
地獄ですよ。本当だよな。営業が分かったんですよね、それ売れちゃうってことは。まあね、営業を本当に世間知らずというか、そんなもんだと。ビジネスってこういうものなんだっていう、そのビジネスはそれしか知らないから、うん、世の中ってこうやって回ってんだって思っちゃったわけですね。そうですね、当時はそれが一番いい方向だっていうふうに。なあ。SNS も広告全く出なかったので。俺結構さ、その投資系情報商材とかさ、FX の情報商材とかさ、ハマってる人見るとさ、うん、運営側の人とかともさ、たまにスキル獲得だったらあるじゃん。あれって、まあ、ある種、詐欺的なことをさ、してるけどさ、運営側は詐欺的だと思ってないもん、うん、完全に。そうだね。その上流概念の人に完全に洗脳されちゃってるのに、いいことやってるって。これがめちゃくちゃ怖いことなの。おかしなことやってるって本人気づけないというか、他の世界知らないから、うん、もう完全に洗脳されちゃってる。それが普通だと思う。うん。マルチの人怖いもんな。うん。疑ってたらその行動できないのみたいな行動を本当にしてるから、あ、本当に本当にいいんだって思って。そう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 。ある種被害者なんだよ。うん。そっから、全然まだ逆転してないんだよ。うん。投げよ、本当に。うん。なかなか逆転戦始まんないけど。その頃最大でいくらぐらい稼いでたのか。一番多い時で年間で5700万。成功しちゃってるじゃん。ただその時によくある調子こいちゃってみたいなことがありました、ね。ああ、調子こいて何した？調子こいてやらないの。度合いもしょぼそうな感じがする。聞いてください。いやいや、マルチの調子のこい方すごいよ本当に。それを調子こいて何かこうタワマンのオフィス借りるとか。ああ。であとはなんかでっかい家借りてメンバーとシェアハウスするとか。うわあ。っていうのがありました、ね。ギラギラだね。だけど実際そこから 70% ぐらいメンバーに還元してたので、うん、そんなにお金は利益はあるわけじゃないんで、あ、なのですごく見せなきゃすごく見せなきゃっていうのは当時に言っちゃいましたね。あ、自分が創業者で自分がトップで、うん、いなきゃいけないっていうのはすごいありますね。あ、いや、その時の村田君と出会ってたら絶対仲良くなれねえわ。そうだね、うん、今思ったらでも相当痛いやつだったなって思いますね、うん。ちょっと一旦ヘビーすぎるので休憩していいですか。これはやばいわ。ちょっと呼吸が浅くなってない、うん、やばい、本物やんみたいな、うん、ちょっと痛い休憩挟んでちょっとね、喉も痛いです、うん、ちょっと今休憩で水回ってんすけど、これ何、ホテルの水ってこんな感じだったっけ。氷、それ何なの、氷、シャンパンの時のやつ。うん、うまい気がするわ。タワマンの最上階借りて生きれるところから歌舞伎町タワーの最上階の部屋借りて生きるようになったんですね。治ってないしかプラスということで、ちょっとダラダラしながら闇時代の話をしてたんですけど、闇が深すぎてそこはちょっと後悔はしてないですけど。あ、そろそろ逆転してくれと。そうだよ。というところで、ここから村上の身に何が起きたのかというところ聞いたら崩壊したわけですよね。そうですね。まあ当時は悪意はなかったけど、今から考えたらちょっと悪どいっぽい商売やって稼いだけど、やっぱ長続きせずに崩壊したと、うん、どういう状態だったんですか、崩壊した時は。いやでも当時自分自身がこれいいことやってるなって思ったところが、まあ、いっぱい何百人も集まって、はい、全員やっぱり、まあ、それはもちろん自分が悪いんですけど、うん、全員いなくなったので、もっと言うとその時のまたなんか役員的な人間が2人ぐらいいたんですよ、うん、手伝ってくる人間が、うん、でそのコミュニティをもう一回立て直すの手伝うよっていうふうに言ってくれて入ったんですけど、うん、ただ今度はその2人が目立って、僕がいわばトップなのにもういない存在みたいにだん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 なってくる。あ、乗っ取りってわけじゃないんですけど、はい、で言われたのが、いやお前能力低いんだから何もしなくていいよみたいな、俺たちやるからいいよみたいな言われて、うん、だんだんやっぱ自分の立ち位置もなくなる、人もどん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 離れるし、うん、で自分のなんか存在価値もなくなってくるっていう、まあ、自業自得だなっていうのが思うんですけどね。その時はもう結構なんかちょっと狂ってたかなみたいなのありますね。あ、なんか人生の歯車合わなくなっちゃったんですね。そうですね。その時妻も家に残して、うん、別の地方とかでそのコミュニティメンバーとシェアハウスして、はい、もう一回復活させるぞって頑張ってたんですけど、うん、でも全部がうまくいかなくなっちゃって、あ、で結構なお金払ってその家借りたんですけど、うん、そこももうすぐ取っ払ってお金が大きかったん で、その時あの融資も受けてて3000万円、はいはいはい、それも今思えば別にそんなの必要ないのに、うん、なんかお金はあった方がいいんだみたいな、あ、で3000万円の融資があってその返済にも悪くみたいな、お金コミュニティのトップだね。お金コミュニティのトップ、まあ、お金のコミュニティではないです。コミュニケーションとかそのあたりのいろいろ教えてたんですけど、うん、コミュニケーションのトップ部下にやられる。そでそれでもう逃げるように別の一旦一人でめっちゃ安い本当家賃3万ぐらい、あ、妻といる家と別で借りて、妻といる家何ですか。いやそこだとなんか、うん、自分のいる居場所がないんじゃないですけど、妻はあの見守ってくれて
たんですけど、うん、なんか自分が情けなくなっちゃって、まあ、でちょっと一人一人の時間欲しいなって思って地方の家賃3万ぐらいのところ借りて、うん、ちょっとなんか全部おかしいと思ったんですよね。でその地方の家賃3万のところで地方の現地彼女がいたわけではない。それはないですよね。俺は違う。いやいやいや、なんで急にこっちなの。それおかしい。いやちょっと俺らって言ったからな。一緒にしろな俺ら。なんかその時になんかちょっとこれ、まあ、休むじゃないけど、うん、なんかちょっと全部がおかしいなって思って、うん、どうしよう人生どうしようかなって思ったんですよね、うん、なんかこのままもう一回ビジネスを学び出してやるのか、うん、もしくはなんかもうビジネス全部やめちゃってあんまりお金かけなくても生きようともできているじゃないですか、うん、なんかまたアルバイトでもいいし、まあ、会社員でも究極あれやしみたいな、うんはいうん、でまあそういう生き方がありなのかなとか、うんうんまあ、その時に何て言うんでしょうね、うん、なんか心弱ってたんでそういうことも考えてね、うんうん、でもその時やっぱりどうしても諦めきれなかったっていうのがありましてねあ、うん、このままじゃ嫌だなっていうのはずっとあって、うん、ちゃんとそういうビジネスやるとか事業やるとか、うん、起業とかってゼロから学び直さないとダメだなって思ったんですよ。あ、まあ今までこうそれ信じてきたけど、まあ、こんだけボタンかけ違うってことはまあちょっと俺根本からなんかおかしいのかもって思ってゼロから学び直しを決意したわけですね。そうですね。それが本当2年半前ぐらい結構まだ最近なんですけど、はい、でそこででも誰に教わったらいいかなってずっと分かんなくて、うんうん、でいろんな人それこそそこで SNS とか YouTube とかいっぱいいてあ、はい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 、でもやっぱ分かんなくて、うんうん、で、そこで、まあ、そこからまたなけなしの金でいろんなとこ見たりはしてたんですけど、はいはいはい、なかなかいい人見つからなくて、ただその時にもしかしたらこの人なのかなって見つけた方が北原貴弘さんとかだった。ああ、そうなんですね。それはどういう北原さんとの関わりだったの？最初はもう本当 SNS 見つけたのもあったんですけど、ただ実は面白いのがさこさん、うん、さこさんが出してる教材があって、うんうん、その教材僕昔買ってて、なんて教材？これがビジネスモデルマスターコース。おお、ちょうど3年ぐらい前じゃない？ちょうどそれコミュニティやってて、なんか崩壊が始まった直後ぐらいの話ですけど、どこがダメなんだろう。ビジネスモデルマスターしたかったんですけどマスターできなかった。マスターコース買ったらそうなんないけど。コミュニティを立ち上げた時に買ってたんですよ。え、こうもう崩壊しかけた時にビジネスモデルマスターコース買ったけど焼け石に水みたいな。無理よ。だって根本の価値提供できるものないよ。そのビジネスモデルマスター講座の動画の中で佐古さんが北原さんを紹介してたんですよね。おでなんとなくそういう人がいるんだなっていうのはぼんやりしてたんですよ。でそういえばこれ佐古さんが紹介してた人だなと思って、うん、で北原さんってそんな高くもない結構お得なコミュニティやってるんですよ。あ月2万のそうです、はい、なんでとりあえずダメ元で入ってみようかなと思って、うん、で入ってみたんですよ、はいはいはい、入ってみてもやっぱり情報多すぎて使いこなせなくてじゃあもう実際に会いに行くしかないと思って、はい、でその中でやってるイベントみたいなのに行ったんですよね。ありますよね、北原さん、うん、結構オフイベントちゃんとお客さんと会う機会持ってますから。でその時にもうこの人やばいってなって、ああこの人かもしれないってなって。なるほど、ね、北原さんと説明するとディアーズっていう美容室を全国で何店舗、うん、200ぐらいって言うんじゃない？ 200 店舗ぐらい。ディアーズ以外にもなんか宿毛矯正とかちょっとなんかサブブランドみたいなのもある、うん、もう全国にほんと何百店舗みたいなものをやってるフランチャイズ本部の社長さんで、まあ元々美容師出身なんだけど、そんだけ事業うまくいっちゃったから、今度まあその起業家育成をしようってので今も YouTube 発信してて、まあその起業家育成のコミュニティで月2万円の精神的減配がある。僕らもね、そこでめっちゃ勉強させてもらってね。うん、そうそうそう。結構僕と佐古くんとか、まあ、若手がちょっとオラーって調子乗ってる時に北原さんっていうそのガチモンが突然来たなんてあったやな、なく、うん、なんか本物がコミュニティビジネスか、まあ、こういういわばちょっと世間から怪しいと思われてる僕らの業界に降りてきて、はいはいはい、マジでガチモンのちゃんとした価値提供ってものを月に2万でやり始めて、ちょっと背筋凍ったもんね。あ俺らもちゃんとやんなきゃやべえぞみたいな。そうで、なんなら僕も北原さんと出会ったのも起業して会社作った2ヶ月目と。実は北原さんにも僕はもうお世話になってる。うーん、結構ね、おるんよ今回のイベント。北原さんの組に入った、はい、で直接会いに行って会った時にその事業の考え方とか、うん、であとは実際の中身も聞いて、うん、もしかしたら俺が求めてたそういった事業の作り方とか、うん、正しいやり方ってこの人から学んだら間違いないかもしれないと思ったんですよ。ああ、情報商材会話の変な尖ったやり方ではなくて、うん、ちゃんと全国で美容室やってきて何百店舗作ってきた人のこの人の考えだったらちょっとガチなんじゃないかと、はい、取り入れたんですか。それそこで取り入れる時もまたやりすぎちゃう癖があるんですけど、はい、コミュニティじゃこれ満足できないなと思って、うんうん、
確かにね、月2万だと1対、そうですね、2000人ぐらいだもんね。うん。1対2000人だとね。うん。ってなったら、この人にマンツーマンで、うん、なんか家庭教師じゃないけど、なんか1対1で教えてもらえないかなって思った時に、はい、一応そういうことはやってるっちゃやってる。うん、だけど、本当はもう結構もう何百万も、うん、何千万も売り上げてる人しかその門叩けないみたいな。あ、はい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 。感じなんですよ。うん。いや、でもどうしても教えてくださいと思って。うん。もう直談判して。直談判して。でも、無理くり通してもらって。ああ。確かにね。だって本来さ、1対2000人でさ、スマホ通して情報発信してたら、2万円かかる2000人でさ、4000万。儲かってる人。うん。で、そもそもさ、それがサブビジネスなわけじゃん。美容室でめちゃくちゃ儲かってて、でサブビジネスで1対2000人でスマホでなんか音声とか届けたり、文章で届けるっていう形で、1対 N の発信方法でやってれば、4000万稼げる人に、1対1で教えてくれって直談判しに行くってのはもう、相当な行動力じゃん。うん。話聞ける人じゃないかも、だってそんな。大社長だからね。でもそういう風に1対1の場まで持ってったと、行動力一本で。もうとにかくもう会える場所に行って、お願いしますって言われましたね。それでいろいろ教えてもらったんですよ。はい、でその時の一番最初に北原さんが時間使ってくれるんですけど、うん、そこが僕の人生逆転のスタートなんですよね。おお、ついに。ついにちょっとカロリー重たかったマジで。もう撮影時間1時間経過してる。え、そこ何があったから逆転始まったんですか、それ。だってもう今までやばいですよ、だって。会社員で、マルチにハマって、100万の財布を変えて、そもそもそのヤバムーブなんですよ。で、ピンチになりました。で、まぁ、一回うまくいきました。で、またヤバくなりました。ヤバくなったから情報商材買いまくりました。さあ、もう一回星島くん、第2期スタートです、みたいな。そういう感じを。ほんと、運いいっすね。もう本当にこれ北原さんじゃなかったら終わってましたね。うん、本当に本当に。完全に終わってましたね、本当に。その時に衝撃だったんですよね、うん、で僕は今までの失敗経験を通して、うん、でその失敗がなんで失敗したのかっていうのが分かったので、うん、まあ、こういう失敗やっちゃいけないよっていうのを完全ゼロの方に教えるのもそれはそれで価値があるかなって思って、うん、そういったことで今しくじらないための、うん、やっぱりしくじり先生じゃないですけど、はいはい、っていうのからまた少しずつ売り上げ上げていこうかなと思ったんですけど、うん、ただ北原さんからはいや村上さんそうじゃないよ、うん、うん、思ったよね、築地さんってくさいよね、うん、あと、まあ、コミュニティもその時まだ生きてはいたので、あ、まあ、だんだん下がったんですけど、うん、いや北原さんだったらきっと V 字回復のための何かヒントがあるんじゃないかと思って、うん、V 字回復させたいですってお願いしたんですけど、うん、いや村上さんはコミュニティじゃないっすそれ最高だお金払った後の最初の打ち合わせで言われたんですよ、事業をしてって思ってえ、そのためにお金払ったんだけどと思って、うん、どうすればいいんですかで、北原さんから、いや、村上さんは営業とか、あとはウェビナーとか、そういった、いわばセールス、何かを売るっていうことを教えた方がいいよ、うん、まあ、そうだよね。だって、うん、コミュニティ売れちゃってるしな、うん、全国に展開してる全然自覚なくて、うん、確かに思ったら、ずっと人前で話すことの、うん、そのコミュニティの時毎月2回朝から晩まで、うん、もう一日中自分が話しまくるみたいなことをずっと 3,4 年やってて、はいはい、でそのコミュニティの時も自分が言えばトップなので、うん、いろんな人がお客さんの候補の人を全部自分につないで自分が営業っていうことをもうずっとやってきたので、うん、なるほどね、当たり前だったんですよね。それで北原さんに要は方向修正してもらったと、まとも方向に、はい、はい、でも全然イメージわからなくて、うん、で北原さんから全部やり方教えてもらって、はい、できるのかなって思って次の日、うん、もう覚えてますけど2022年の7月1日に北原さんにアドバイスもらって、うん、7月2日にこれまで付き合ってきた人たちに、うん、新しいことやるかなっていっぱい連絡したんですよ、はい、その日に5万円のモニターが売れたんですよ。でそれがカウンセリング系のお仕事をしている、うん、過去の知人の方が、はい、あ、だったらお客さんに一体他で価値を届けるための、うん、そういった説明会構築したいから、うん、それ作るの教えてって言って、もうその代行ですね、はい、まあ、クライアントワークってやつですね、はい、お、売れたと思って、なるほど、いけるかもって思ったのがスタートでしたね。はあ、でも僕らの出会いって、はい、おさずさんのオフ会に行った村上さんなんですよ。セールスの魔術師っていうホワイトボードです。あー、このうっさんくせえ、やっぱそうなやつだとひときわ輝いてたんですよ。良くも悪くも髪のロン毛で、確かに北原さん似てるなと思いながら、セールスの魔術師って言っちゃうんだから、ちょっとニヤニヤしながら、なんか誰か話しかけようかなーみたいな顔してて、でも誰もみんなちょっとうさんくさいから、みんなちょっと避けてこう歩いて、あの、言い過ぎっす。ちょっとそろそろ。お腹が。でもなんか、そうやって、行
討力えげつなくて、記憶に残っちゃってんの。だってぶっちゃけ他のお猿さん講座のオフ会の、いや、うぞ、むぞ、覚えてない。正直、うぞむぞとあえて言うけど。でも、あ、なんかこの人、変だなっていうマイナス感情だったかもしれないけど、記憶に残ってて、そっから、僕なんかツイッターキャンプってね、まあこう、一日でみんなで集まってツイッターのこう予約投稿作ろうねっていう会を、事業者向けにやってたんですよ、僕らの。で、それって、なんか、本当に思いつきやったんだよね、僕らの。なんか、僕らがツイッターの文章を予約投稿したいから、一緒に作業する人募集、みたいな。なんかプチサービスみたいなのがあって、そこに村上さんが突然登場したの。来たわー。出たみたいな。あの人じゃんあいつだみたいな。って話してると、セールス力、えげつなくねみたいな。あれ、この人本物じゃないみたいな、うん。なったんだよね。その日に、もう、今でも覚えてるんですけど、動画配信部のセールス解説してください。行ったら、ただでやってみます。言ってくれて、マジっすかちょっとこっちも若干うさんくさいなと思って、でもこのうさんくささって大事だなと思って、若干したけどだいぶうさんくささって結構重要で、うさんくさいって売る力強いんだよ。確かに。だってうさんくさいくせに儲かってんだもん。わかります？なんか視聴者の皆さん結構詐欺の方法とかそういうのを敬遠するかもしれないですけど、うさんくさい手法ってすごくて、でも皆さんめっちゃ警戒するじゃないですか。警戒するのに、それなんですよ。マイナス100を100にする技術。そうそうそう。ゼロを100にする。すごい彼は。200万のベンツを200まで売るなんて簡単なんですよ。で皆さん、石ころ200まで売ってみてください。無理なんで。でも、それを可能にし得ることなんですよね。うさんくさいって。まあ、実際何を売ってるかによるんですけど、で僕は動画編集キャンプっていうサービスに自信を持ってた。これは石じゃなくてダイヤモンドだと思ったから、石をダイヤモンドに見せて売れる人が、ダイヤモンドを売ったらそれめちゃくちゃ飛ぶように売れるでしょっていう考えで、村上さん実際石を売ってたかどうかわからないんですよ。でも、うさんくさいから、その技術を持ってんじゃないかなって僕は思ったんですよ。で、頼んでみたら、もうめちゃくちゃそこのバランス感覚もあったと。はい。要は、ダイヤモンド以上にも見せない。金ですとも言わない。ダイヤモンドはダイヤモンド。こんぐらいの価値ですよっていう、この動画編集キャンプが良すぎるようにも見せないし、悪すぎるようにも見せない、来たーっていうところを綺麗に訴求する力を持っていて、うちの売り上げを2倍にしたんですよ。たっていかんですよ。革命でしたね。感動してたもんね。うん。だって僕あの、スキル獲得チャンネルで、今までいろんな人に発注してきた中で、一番当たり発注だった。はい。はい、まあ、実際無料やってもらったんですけど。うん。誰かにお仕事頼んで、こんなにも期待値以上だったことが、一度もなかったって。僕だってカメラ回ってなくても回っててもずっと言ったの。言ってたね。ずっと言ってたよ。うん、それだけ、マジな力があった。こう苦しい時期に、うんぐんうなってたことで、とんでもない底力を止めてて、で、それを北原さんが見出して、で、お猿さんの講座にも入って、で、僕らと出会って、その力を爆発させた。あの6人いなかったら今の中村さん、ナイスか？ナイス。はい。で、本当にでも実際、僕のおかげっていうのもおこがましいですけど、まあ、僕こうやって動画でめちゃくちゃいいいいって言いまくるし、まあ当時多分お猿さんとかとも仕事して、お猿さんもいいいいって言う。で、佐古くんとかも一部仕事お願いしたりとかして、要は村上さんに仕事お願いしたりとか、みんな、いいって言うから、お仕事ブワー来て逆転と。本質だね。これは本当、おかげさまで、今は、まあ、まだまだではありますけど、うん、自分自身が食べていく分とか、うん、あとはもう当時、まあ、妻はもう学生時代から一緒にいて、13年ぐらい一緒にいるんですけど、うん、で本当に僕がもうどん底だった頃から見守ってくれた妻も、もう少なくとも、もう今後はずっと守っていけるぐらいの力はやっと身につけたかなって、うん、今やっと堂々と、あ、俺人生逆転したんだなっていう入り口になれたかなって感じです。いやでもぶっちゃけここまで来るのにそんな苦労いらなかったでしょ。マルチにハマりそうもなければコミュニティ作って崩壊自信もなかったでしょ。だからもしこれ最初のメンターが北原さんだったらどうだったって話ですよね。会いたかったです。7年かかりました。本当なんか触れる情報って大事だよね。本当に会いたかったです最初から。でも僕らも運良かっただけですから。うん。だから僕最初から佐古くんなんで、うん。だから僕本当に経営者人生ずっと当たってるんですよね。佐古くんと出会い、林さんと出会い、ひかるさんと出会い、すべてがうまくいく。運だけで買ってます。いい出会いってマジで大事。だってこれ北原さんじゃなかったらもう終わりですから、何度も言うの。本当です本当に、うん、だから翔さんと会った時も大マルチの大セールス会だったらもう終わりです、はい、何度も開示ルートみたいな使うルートが3回ぐらい今入ってます。これ普通の人はもう諦めるの一発の失敗で、うん、どんだけ精神強い人でも3回いったらもう終わりなのよ、うん、だから村上さんはそこすごいと思ってる、ね、本当に、うん、これがあったから生きてるよ。このメンタルがあったからね今。そう普通じゃないの。3回転んで4回起きてますね。そうだよ。今回4回目転びそうっていうそういう動画です。あのさーんでもいい話だったでしょ。この
その失敗談があったからこそこれをやりたいってなってるわけだもんね、うん、だ逆に村上さんの失敗が生きてくるのはここからなんですよ、うん、要は村上さんのこの過去のマルチにハマった他にもコミュニティを作って失敗したもう借金まみれになるかもしれないっていうのがなかったら今回来る2000人の人生は救えなかったんですよ。まあ確かにね、うん、だからこれはある意味挑戦でもあって、うん、村上さんの過去の失敗を成功に変えるきっかけなんですよ。だからこそこんなに熱が入っているし、みんなが動かされてる。いやでわざわざ T シャツ作ります？やばくない？1回のイベントにみんなに知ってほしいと思って。俺だって動画編集キャンプ T シャツなんか1回作って1回着てもうなんかどっか行っちゃってあったんだ。月の服 T シャツどこ行った？まあないね。じゃああれは太って着なくなったんだ。こんな熱量入ってんだからさ、今4回目転びかけてる村上さん、村上さんを救う出会いは次はあなたかもしれないよね。みんなさんが来てくれて、あと1000人、まあぶっちゃけ2日で700人増えてますから、まあこの動画で行くでしょう、うん、1000人ぐらいパッサクッと、うん、皆さんがまあ正直会いに来てもらって村上さんある種救われるんで、うん、皆さんが一人一人ね来ていただけることによって村上さんが4回転んで5回も起きれるのか、うん、4回目2000万赤字でまた瀬戸際に出されるのか。本当面白いんですよ。ありがとうございます、村上さん。で、ね、皆さん考えてほしいんですけど、今この動画を視聴している皆さんで誰か一人でも村上さんより優秀じゃない人いますって話だ。確かにマルチにハマって、そしてコミュニティを崩壊させ、お金の知識ない、金に追われてんのにお金のコミュニティを作る、そんな発想してる村上さんより脳のない人がここにいますから。いやいやでね、そんな彼をこの能力を持った6人でようやく救えたんですよ。つまり皆さんが来れば人生大逆転間違いなしだと思いますよ、これは。わかります？村上さんって逆転できるんだよ。全ての業を背負ってる人じゃないですか。村上さんがこの起業家人生7年から10年の間で出会った全ての人を集め、その出会いのチャンスを一箇所に集めてるという、これがどれだけ貴重なことかっていうのを画面の前の皆さんも理解してほしい。確かにね、それを僕らは理解してるし、この凄さを分かってるからこそ無料で集客協力して、僕らはフィーゼロですからね、ちなみに、うん、この出会いってこれだけ行動して失敗して血へど吐いて傷ついて苦しんで、そしてプラス運があってやっと出会えた出会いじゃないですか、はい、でプラス、まあ、7年間という月、まあ、そこをスキップできてしまうと、これはまあ5500円でも安いでしょうというもともとの狙いがあって作られたプライシングでしたが、やはり村上さんのどこか爪が甘い。300人しか集客できず、この7年間という時間、そして苦しみ、開いた胃の穴、吐いた血、すすった泥水、全部スキップした出会いっていうものが今回なんと無料で公開されてます。来ないともったいないよ。だし、まあ、結局ね、村上さんが何がすごいって、まあ、180人のスタッフを集めてることなんですよね。そして今僕と佐古くんにこうやって無料で協力させてることなんですよ。ですよ、僕全部リスキしてきたからね。しかも僕痛風っすよ。これだけ人を大事にしてきた村上さんだからこそ成り立ってるっていう、普通はこんな動かないんですよ、この5人だって。僕北原さんと会うアポとか取れたことないです。もある取ろうと思えないんですよ、やっぱさすが申し訳ないなって。僕翔さんとも会ったことないんですよ。すげえなって画面越しで思ってるけど、まあ佐古くんとかも友達だけど、まあでもなんかこうじゃあサクって呼べるかって、でもサクって呼べないんですよ、やっぱ言うても大社長だし。でその人たちと一気に話ができるって意味わかんないんですよ。冷静に話聞ける、ワンちゃん話せる、会える、その回が無料で公開されてるんで、正直、まあ、今この動画公開してからまあ本当に1週間ちょいくらいしかないかもしれないけど、まあ、全部リスケしてください、はい、本当にその価値があると思います。ここで何かチャンスだったりとかを得ないっていうのは本当に考えられないんだと。そチャンスは落ちてるんですよ、こんな分かりやすく。落ちてんじゃないよ、勝手に1000万振り込んで目の前にこうプッ勝手に1000万負担してんだよ。意味わかんなくない？お前ら2000万払えよって話だ。2000万払っても落ちてくるよ、こんな出会い。村上さん本当に頑張ってるから。こんだけ壮絶な人生を歩んできた人が、こんだけ危なくて、でもそれを作ってきた人たちが全員集まって喋る、話が聞ける、本当にこういう機会ないんで、ぜひ皆さんね、概要欄の方から、はい、申し込んでいただけたらと。無料なんで、0円なんで、本当にね、10月19日、皆さんの時間を1時間でもいいんでください。そしたら、村上さんがにっこりします。はい、どうせ2000万なくなるんで、せめて会場が埋まったその景色だけください。マジで本当にお願いします。村上さん本当この7年間苦労してきたんで、2000人の会場が埋まったその景色だけ村上さんに見させてあげたいんですよ。ぜひね、皆さん一人一人が本当に協力して10月19日本当集まりましょうよ。この村上さんの若干この可愛い笑顔、まだねいろいろ苦しんできたんで目に光が戻りきってないです。髪の毛切りました。ちょっと爽やかになった。次、
みんなで村上さんの目にね、光を灯らせましょう。概要から申し上げます。だからね、この動画はセールス動画ですらないんで、あるのお待ちしております。はい。なんかさ、特定用意してあげないの？あ、作る。それ欲しいですね。あ、青さんもこう、写真撮ってくれるとか。わかんないですけど。俺ね、俺結構インフルエンサーだからもしれない。これ見てきましたって言ったら、写真撮ってくれるみたいな。え、でも全員に僕のサイン本渡そうかな。おお。で、高額転売されている僕のサイン本。え、人生攻略ロードマップ付き。じゃ無料で行ったら、1500円ぐらいプラスで。うん。だ言うたら僕も、あれ一冊1500円なんで、300万出してるでしょ。はいはいはい。すごっ。そう、あとまあせっかくだから、それに動画特典とかつけとこうかなと思うんですけど。結構やりすぎじゃないですか。やりすぎなの。じゃあまあ、うちの青さんはどうすんだよ。じゃあ、そうかな。動画編集キャンプ。無料自己券でつけるいやいや、やばすぎるじゃん。それ、そっち来た方がいいじゃん。宇宙にあげたらいいじゃん。じゃあ、入場するときになんかこの動画経由かどうかアンケート取れるんですか？後で抽選とかできます？できます。じゃあ、入場するときに村上さんの5回目作りに来ました。じゃあ、抽選で一枚だけ僕がこのヒカルさんから直接もらった宇宙。マジ？それ欲しい欲しい。大丈夫なんそれ？これあげます。抽選1名で。マジ？大丈夫なんそれ？いいんすか？うん。もう一回ヒカルさんからもらう。それ僕も言おう入り口で僕も言おう。ヒカルさん本当パワー持ってるから、ヒカルさんからもらったものつけるとどんどん運気良くなるんだよ。え、じゃあカルティの指輪持ってすか。これはダメ。それは違う。本当にね、これまあそもそも買ったら3万円だけど、ヒカルさんが俺に直接くれたもので、俺が実際につけてて、まあ、これつけてる相手に本当に何億儲かったのって話だから、抽選1名でこれあります。ぜひ来てください。じゃあまあそんな感じでもうルチルを差し出すんで、ぜひ皆さん来てください。目指す2000人一人一人が来て会場を埋めましょう。というわけで今回以上です。ありがとうございました。動画を閉じるの待って。今からあなたを試します。今から3つのやるべきことを指定します。その3つやりきってから動画を閉じてください。やりきらない人はもう終わりです。まず1つ目、動画編集キャンプの公式 LINE に登録してください。動画編集キャンプの公式 LINE に登録すると、動画編集0100ロードマップ完全講義、2日で動画編集スキルを身につけるスケジュール表とトゥードゥ、用途別動画編集ソフト7000徹底比較、特徴別動画編集者におすすめの PC 徹底比較、コスパ最強動画編集を始めるときに買うべきものリスト、これらを含めた12特典をお渡ししています。これですドン。それとヒカルさんとの対談動画もあります。ヒカルさんと2、30代のキャリアについて話しました。ぜひ受け取ってください。さらにこれらを受け取ったら必ず動画編集キャンプの説明会に参加してください。動画編集キャンプの説明会では、動画編集ってどうなの、スキルを身につける意味あんの、本当に仕事ってあんの、そういった内容が一発で解決できるような説明会になってます。無料ですから必ず来てください。無料なのになんでやらないのっていう風に不思議に思います。無料なことぐらいね、皆さんぜひやってください。そしてもう一つ公式 LINE があります。それが青さんの公式 LINE マガジン。こちらの LINE に登録するとですね、これらの特典が受け取れますと。そして毎日毎日メールマガが届くんで、それを読んでいただけたらなんとなく思考をインストールできるかなと思います。つまりこの動画編集キャンプの公式 LINE と僕の公式 LINE を登録すると、これだけの特典がもらえます。ドドンと。もう一度お願いします。これです。絶対に登録してくださいね。もう本当に登録しないなんてありえないですから。無料のものを登録しないなんて意味が分かりません。本当に必ず登録してください。そして最後にもう一つサービスがあります。青の案件獲得コンサルというサービス。こちらは動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルを学んだけどカッチリしたスキルになっていない、少し動画編集を触ったことがあるだけだ、こういう人に向けて発信案件獲得まで10日でフォローアップしますよというサービスになります。動画編集キャンプと青の案件獲得コンサル、どっちが合うのかなとぜひ見てみてください。この販売ページを見ることがあなたのトゥードゥです。つまり皆さんがやるべきことは、動画編集キャンプの公式 LINE を登録し、説明会を申し込み、青さんの公式 LINE マガジンを登録する、青の案件獲得コンサルの販売ページを一回覗くと、必ず隅から隅まで読んでください。この3つのやることを必ずやりきってから動画を撮っていただけたらなと思います。じゃあ今回の動画をご視聴いただきありがとうございました。